12 system hours until ceremony festival. Okay. Then Hong? Wood Hill? Shit, what's happening? Yeah, crazy stands. この祭典は盛大な幕開けを迎えます。言ったじゃろ、何かあるならちゃんと話し合って解決しようと。いや、悪いな、ケムクジャラのチビ。マジで大事な用があって、こういうやり方で頼むしかねえんだ。OK。自分が何をしているのかは分かっているようだな。なら、俺もこんなことをするリスクについて警告しよう。Oh, okay. そうだい。なんでそんな格好してんだ？こんなのただの挨拶だろ？ これが最後だ。I don't think so. お前の正体と来たの。Wait, you do you. 俺はブートヒル。巡回レンジャーさ。Yo, he got shark teeth. 巡回レンジャー。そんな驚くようなことか？幽霊でも見たような顔しやがって。巡回レンジャーは全滅したとでも思ってたのか？まあ、長いことなりを潜めてたんだから、そう思われても無理ねえが。巡守の義教集団なら、請求列車をトレインジャックしたりしないだろう。まだ何もしてねえだろう。銃を持った人と話したら、全部トレインジャックになるのか？I mean, I don't know. 銀河には巡回レンジャーの現状に関する多くの噂があるが、正直どれもいい話ではない。お前を信じるのは難しいな。笑わせる。まったく頭の足りねえベイビーどもは。ベイビー？話するのが好きらしい。中には巡回レンジャーは全員原始博士にテナガザルに変えられて。どっかの谷までブランコに乗って遊んでるっつう話まで。ま、あんたらが信じないのは百も承知だ。もちろん俺もあんたらが本物の七死人だって簡単に信じたりはしねえ。Well, what? この銃の弾丸見えるか？9ミリ永遠のクラシックさ。Yo, which impulse are you talking about? Yeah, which impulse are you talking about? Yeah, which impulse are you talking about?Gonna show proof? これが何かわかるか No. はあ？そいつは血盟局長ベイビーが先週はマジでそいつをあんたらに渡してるかベイビー？これは先週ラフのケーゲン将軍が列車に送った局長。これが列車にあるということは先週同盟が請求列車の身元を認めているということだ。Hey, that's true. Hey, what can we say? ガキ、どんだけ離れたところにいても軽く握るだけで何千何万もの運気軍を呼べる。ホーリースイート。マジです。Yeah, this dude has something with the word holy. I like it.舞台から長く離れすぎてて、そういうお墨付きみてえなもんはねえんだけど、こういう状況には慣れてる。解決方法は至ってシンプル。さあ、何でも聞いてくれ。俺の答えであんたの信頼を得られるか見てみようぜ。追い出すのは本気で怪しいと思ってからだって遅くはねえだろ。 OK。 なぜこちらがお前に合わせなければならない。Oh shit, okay. 俺が本当に巡回レンジャーなら合わせておいて損はねえぞ。Is that so? 巡回レンジャーとはどんな組織か言ってみろ。兄弟、そりゃ難しい質問だ。俺らは組織とは言い難いからな。強いて言うなら
遵守の運命を歩んでて、自分が信じる正義を持ってる。んでもって、あんま普遍的価値とやらに歓迎されてない奴らの集まりってとこか。そんな答えでは信頼を得るどころか、お前の立場をさらに悪くするだけだ。あんたが聞きたいのは、共通の信念とかそういうやつだろ。だが、巡回レンジャーねんなもんは必要ねえ。俺らが集まるのは、共通のラインがあるからだ。弱者をいじめてはならない。罪のない者をむやみに殺してはならない。こういうのは別に高尚な信念なんかじゃねえ。Okay. 正真正銘。ただの人として、絶対に超えちゃいけねえラインだ。巡回レンジャーとして、俺らはそのラインだけを守ってる。そんで誰かがそれを踏みにじろうとするたび、巡視の報復がそいつのところにやってくるのさ。その時、ラインのもう一つの意味がわかる。それに触れさえしなければ、何をしてもいいってな。わかるか？二つ目の質問だ。なぜ請求列車にトラブルを持ち込もうとする？言っただろう。あんたらに迷惑かけるつもりはないって。ちょっとした用があってピノコニーに行かなきゃなんねえんだが、招待状がないと、ファミリーはホテルにも入れてくれねえ。だから、名無し人の肩書きを借りるしかねえんだ。That is a small move. あんたらがファミリーのゲストだってことは、銀河中が知ってるからな。巡回レンジャー。So we're gonna see, Ashrophis Burhill? お、マジでそこが肝っつうか。だから俺はここに来たんだよ。あんたらだから言うが、俺らは偽物を追ってるんだ。俺らと同じ見てくれをした偽物ちゃんをな。その女は、今ピノコニーにいる。俺の情報源はメモキーパーだ。奴は他のミーム生物と同じように突然現れ突然消える。このラブリーがビビらせてくる。Oh, what? I thought you liked it. だが、確かに重要な情報を提供してくれた。巡回レンジャーになりすましている人物とは誰だ？それは三つ目の質問か？答えられないのか？ええ、そうじゃねえ。ただ、言っても信じてもらえねえだろうと思っただけだ。そいつはヨミと名乗ってる。俺らの協力者によると、奴はおそらく。That's a good informant. That's for sure. それはありえない。だから言っただろう。ま、無理。This is one of the one I emanated? Oh, okay. Hey. あんたと同じ反応だ。Fair enough.X は誰にも視線を向けない。これは常識だ。ソが凡人に力を授ける理由などどこにもないからな。なら、司令が自分の身分を隠せることも知ってるだろう。ほとんどの奴にとってはむしろその方が都合がいい。さもないと銀河の殺し合いの大舞台に上がるばかりか、歩むべき運命に背くことになるからな。昔、俺は優越の指令にあったこと。おー、エレーションエミネイト？見た目だけでいい。よー。あれはあのビルの宇宙と何も変わらなかった。運よく相手を酔いつぶせてなけりゃ、その正体があんな大層なもんだとはわからなかっただろうな。So,巡守みてえに一番It's not a worm, right? なのでさえ、光の先週同盟と影の巡回レンジャーとに分かれてる。結局、運命なんてもんは人間が作り出した概念で、俺らの認識を超えるもんは必ず存在してるってことだ。虚無の指令が存在しねえと思うのは、俺らが十分に虚無に染まってねえからかもしんねえぞ。I can confirm she's an emanator, but 今あんたの仲間は危険な状態にある。かなり危険だと言ってもいい。まだ信じられないなら、そいつらにメッセージを送ってみろ。どっちにしろ、急いだ方がいい。何しろ、俺らには無境の中で何が起こってるのかも、
あのメモキーパーの話がどこまで本当かも、あの読みってやつが何を考えてるのかもわからねえんだからな。 Oh, we bet. 私は何もするつもりはない。それは君が。 Who the fuck is this? 知っているか。 Yo. Is that Sunday's power?無意識のうちに足を止め、己がまだ硬い地面の上に立っていることを確認する。そして一様に空を見上げるんだ。現実であろうと夢であろうと空を見上げるのは。 Yo, how many zombies you got, bro?本能、黄金の時が完成したその日から、それはずっとそこにあり、道楽に溺れる夜を見守ってきた。しかし今この夜空は無情にも切り裂かれ、虚無の影に染まった。その過程はたった一度の残虐で。 It's a clean card though. We gotta give it to her. 一度、それは正確ではないな。正しくは二度。ただ二度目の斬撃が早かっただけだ。重要なのはそこではない。 Okay.この宴には多くの招かれざる客が集まっている。たとえ調和が万物を包容しているとしても、ピノコニーの平和のためにはその中の何人かにはお引き取り願うしかない。宴の星に君の居場所はないんだ、虚無の人形よ。影の中に生きる者は光に照らされた舞台に立つべきではない。影の中に生きるという点において私たちに違いはないはずだ。少なくとも他人と話すときは本当の姿を見せるべきだろう。ピノコニーの夢の主。Who's that then? 君をとどめておけない理由がまた一つ。So it's not Sunday. And that crow is not from Sunday. 君が信じようと信じまいと。これが本当の私だ。むしろ。全員が本当の私と言える。わお。これがファミリーの言う一つにまとまった心か。私の肉体はとうに消え去った。今は王家の107,336 人の子供が私の目となり耳となり口となっている。必要な時には私に代わり、この美しい夢の中でハーモニーを広め、また必要な時には私の代わりにこの楽園から悪を追放する。それは私にピノコニーを離れるよう頼んでいるんだ。You just noticed? What? 身の程をわきまえているようで何よりだ。Oh, he's not asking? Oh. 残念ながら頼んでいる。He's going for the beef option. 自分にできると思っているのか。Oh! 私を脅しているのか。はい。
今のは質問じゃない、ただ事実を述べただけ。Okay. 私の正体を知った上で悪意を見せる者はあなたが初めてでもなければ最後でもない。同じような状況は過去に何度もあった。ほとんどの人は先ほどのような問いに対して勇ましくできないとでもと反論する。だが結果はいつもできないなんだ。自信があるのはいいが、忘れないでもらいたい。ファミリーは謙虚だが決して軟弱ではない。調和の音は宇宙に響き渡っている。仮に君が従わず、その兆頭を少しでも鞘から。Yo, is this Dream Master Emanator as well? エターナリオンの怒りから逃れられないだろう。そしてその前に137人。これは私が夢の主となってからこの手で追放した異邦人の数だ。彼らの中には私の総欲を追った者もいれば、私の肉体を焼き尽くした者もいる。しかし私は今もなおここに立っており、Hey, that's cool, bro. その数字を増やすことも厭わない。 Good job. あなたは死に向かう。正確には、Oh my God. あなたたち全員が。 Hey, GG, bro. だが、そんなことにはならない。あなたの言う通り、ここから立ち去ろう。とても賢明な選択。Well, that's too bad. 他に選択肢はなさそうだからな。確かに、君にとってはそれが唯一の道だろう。忘れるな。君とピノコニーは異なる世界に属している。悲願に生まれた者は死願に居場所を見つけることはないのだ。立ち去れ、そして永遠に戻ってくるな。宴の星の光はあまりにも眩しく。 Damn, everyone be hating on the Hility, man. That's crazy. 悪人罪人を引きつけてきた。しかしいくら調和であっても虚無の自滅者を歓迎することは絶対にない。その自滅者は周囲のあらゆるものを道連れに滅ぼそうとしているのならなおのことだ。Yo, I think he's already gone, brother. I don't think he needs to talk anymore. Which he's not gone. I mean, that's also possible. まるで深淵から流れ出る支流のように、生きとし生ける者に死と罪をもたらす。よみ。まさに。Oh, is he still there? Okay. これは彼岸から来た者の忠告だと思ってくれ。ピノコニーは調和の道から外れている。それは私よりもあなたの方がよく分かっているはずだ。あなたたちの目的が何であれ、私には一つの結末しか見えない。それは果てしない虚無。
その影の中で溺れ死んだ全ての世界と同じようにな。 OK then. At the same time, Golden Hour? 奇妙な光景はクラークフィルムランドの機械の故障によるものです。ファミリーがすぐに現場を封鎖しましたので怪我人は出ていません。皆さん、どうかご安心ください。あれは絶対に映画の撮影なんかじゃないよ。たくさんのチップが空から降って、Wake up! Shit! あっという間に跡形もなく消えちゃったんだ。Oh, oh, that's too bad. それってクラークフィルムランドの事故のこと？ん、そうだけどどうして？ロビンさん、見間違いじゃないよね？緊張しないで。美しい夢の旅に変な思い出を残してごめんなさい。あなたが言っていたチップのことが気になって、もう少し詳しく話してもらえないかしら。うん、そのよく見るチップだよ。カラフルでジャラジャラって雨みたいに降ってきたんだ。そしてそのチップはそのまま消えてしまったのね。それは多分ハイリスケが長い時間を。 Yeah, what's Robin about to do though? 義務技術ね。え、ロビンさん、それってあのチップは全部演出だったってこと？でも僕は確かに。しー、これはまだ公開されていない技術なの。本当は調和セレモニーでお披露目するはずだったのだけれど、思わぬ形で外に漏れてしまったみたい。秘密にしておいてくれないかしら。その幻のチップの雨は私の公演で使う予定のものだから。そうだったんだ。それなら納得だよ。調和セレモニーを成功させるためだもん。全力で協力するね。 What a cheap. ありがとう。お返し。 Hey, yeah, 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 the sparkle. このボタンは、 Nah, the sparkle. 調和セレモニーの特定のタイミングでそれを押せばサプライズがあるかもしれない。 What the fuck, man? さて、 Now, she gotta stop doing this. 困っているみたいだから私はこれで失礼するわ。引き続きこの無境を楽しんでね。こんなにたくさんの人が話題にしてるなんて。フィルムランドの騒ぎは Wait, this is Sparkle. I know for a fact this is Sparkle. Ain't no one got that button.ファミリーは無境におけるゲストの安全を約束しています。ですが私はこの目で見たのです。有機生命体の一団がフィルムランドに向かい、その後空が切り裂かれ虚空から黒い雨がにじみ出てきたところを。 But why is Spark doing this though? 納得のいく説明がなければ、私はすぐにでも妻を連れて現実世界に戻ります。無境が楽園でなくなれば、ここに留まる。 I hear Ruin's song on my right ear. どうやらなかなかの場数を踏んできたようね。招かれざる客が無境に入り込んだのは間違いないけれど、彼らのターゲットは一般のゲストじゃなくてカンパニーの使者よ。ファミリーは何があっても絶対にゲストたちの安全を最優先に考えるわ。ロビンさん、ハウンド家がフィルムランドを封鎖したことは知っています。ファミリーならこの事態を適切にコントロールできるでしょうが、そんなことをしても何の役にも立ちません。 OK、 ファミリーは名誉を守るためにあらゆる手を尽くすでしょう。で、That's smart. Very smart. 私は客として自分の命を懸けたいとは思いませんので。でも見ての通り、今回の事故では一般人は誰も影響を受けていないわ。無境は約束したような完璧なものではないかもしれないけれど、ファミリーが収めている美しい夢よりも安全な場所なんてない。このことはあなたの方がよくわかっているでしょ。実際こんな事故が現実世界で起きたとしたら、どれだけの人が無事でいられるかしら。ここに残っても構いません。ですが
覚えておいていただきたい。客がピノコニーに来るのは無境を楽しむため。ファミリーとカンパニーのいざこざに巻き込まれたくはありませんので、今後は余計なトラブルが起きないようにしてください。 Yep. That ain't gonna happen. Not a button. Oh my god. How many you got? 私たちも準備に全力を尽くすから安心して。お詫びの印としてファミリーからゲストにちょっとしたプレゼントを用意したの。How many she got, bro? Damn. 理解してくれてありがとう。こんにちは。いきなりごめんなさい。Hey, it's the duo again. 何かあったの？ああ、大したことじゃないんだ。クラークフィルムランドのリハーサルで事故があっただけだから、ゲストの方はご心配なく。おい、このバカ！ロビンさんを知らない。やばい。誰と話してると思ってるんだ？申し訳ありません！ハウンド家に移ってから日が浅く、その町での仕事に不慣れなもので気がつきませんでした。大変申し訳ございませんでした。そんなに緊張しないで。お仕事お疲れ様。今の状況はどう？問題ないかしら？ご報告いたします。フィルムランドはすでに封鎖しました。ゲストのほとんどは夢の中の奇妙な光景に慣れているので、今のところ危険はありません。すぐに秩序回復できるものと思われます。ロビンさん、ご安心ください。我々も巡回を強化して何も問題が起こらないようにいたしますので。 Good job, bro. あなたたちのことは信じているわ。でもフィルムランドで起きたことについてハウンドの皆さんはどう思っているのかしら。大丈夫だから本心を教えてちょうだい。それは実は事件が起きる少し前に現場にいたのですが、カンパニーの死者がよからぬことを企んでいるというのは本当なのですか？それにあの巡回レンジャー、おお、いとも簡単に死者 everything almost everything。 ロビンさん、正直に申しますと、みんな心配して噂しています。これほど多くの派閥がピノコニーに集まるだけでも人々を不安にさせているというのに。あなたたちのファミリーへの忠誠に感謝するわ。宴の星は今確かにちょっとしたトラブルに見舞われている。あのカンパニーの代表はピノコニーの所有権を取り戻そうと強硬手段を取る準備までしていたの。もちろんファミリーは同意してないわ。交渉が決裂した結果はあなたたちの見ての通りよ。なるほど。Hey, Sparkle is good, man. 無境に入ることを禁じられていると聞きました。 She knows what to say. それが理由だったんですね。それで騒動を起こした奴は捕まったんですか？安心して、サンデーが彼の行方を追ってるからすぐに結果が出ると思うわ。でもこうなった以上カンパニーも簡単には手を引かないでしょうから、無境の秩序の維持はあなたたちに任せるわね。ご安心ください、ロビンさん。しっかり任務を遂行してカンパニーの連中の思い通りにはさせませんから。面倒をかけるわね。もし他のメンバーが不安を感じていたら私の言葉を伝えてちょうだい。無境を守るにはみんなで協力して頑張らないといけないから。これはアイリスケがゲストたちのために用意したプレゼントよ。よかったらあなたたちも受け取って。調和セレモニーで開ければ思いがけないサプライズがあるわ。ロビンさんからプレゼントをいただけるなんて、まるで夢のようです。Hey, she's gonna go boom boom. 私はもう夢の中にいるんでしたね。本当に誰かが因縁をつけてきたとしても我々は戦うことを恐れません。ご安心ください。無境の平和と秩序はハウンドが守りますので。Wait, we got more gifts to give? Oh my god. Hey, wait, hold up. Ooh. Robin, son? あの宇宙に名を馳せるスーパースター、ロビンさんですか？こんなところでファンに会えるなんて光栄だわ。
美しい夢に満ち溢れた世界、ピノコニーへようこそ。まさか本物に会えるなんて。今は調和セレモニーの準備をしてる最中じゃないんですか？ステージの準備はもちろん大切だけど、セレモニーを開催するのは皆さんにデウムのハーモニーを伝えるためだもの。皆さんと一緒に歌える機会があるなら拒んだりはしないわ。さっきの事故で一部のゲストには嫌な思いをさせてしまったから、ファミリーの一員として皆さんに謝罪するのは当然でしょ。あれは本当に事故なんですか？僕、雨のように降ってくるチップを見ました。それから空を切り裂く赤い光も、特殊効果にしては少しリアルすぎませんか？あの気前のいい男性にも会いましたが、様子がおかしくてずっと独り言をつぶやいていました。それも脚本の一部なんでしょうか？皆さん、どうか慌てないで。ファミリーが皆さんに満足のいく返事をするはずだから。いくらロビンさんにそう言われてもとても信じられません。 OK, it's hard to convince. Oh, Sparkle's getting mad. 聞き入れない人っているわよね。キリがない。私も疲れちゃうわ。ロビンさん？ Hey, that ain't Miss Robin. 乗りかかった船だし仕方ないか。私、いい人。That's Miss Sparkle. で、有名だもんね。あれ、今何をしてたんだっけ？ Wait. あなたは？このプレゼントを受け取って、ゲストちゃん。これはファミリーが君のために特別に用意したものなんだよ。しっかり持っててね。調和セレモニーが始まるまで。そして、Sparkle is so nice giving presents to other people. What a nice girl.